武装中学校、高等学校は、神奈川県横浜市港北区中手原2丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立男子中学校、高等学校。高等学校では、中学校から入学した内部進学の生徒と高等学校から入学した外部進学の生徒との間では、3年間別クラスになる併設型中高一貫校。 法人の正式名称は学校法人武装学園。五輪選手を輩出していることや、過去に高校野球など実績があることで知られている。同校にて、水泳部員が受けた定額処分などをめぐり、水泳部顧問を務めていた男性教諭が副校長から身体問題を校長に委ねる提案を促された、あとうつ病を発症し2012年に懲戒解雇。 男性教諭は休職中に懲戒解雇されたのは不当だとして同行に地位確認を求める訴訟。一審判決にて請求棄却。2017年5月17日、東京高裁は、公正席を課されていると強く感じ、心理的負担があったと述べ、訴えを退けた一審判決を取り消し、解雇を無効と判断する逆転勝訴を言い渡した。本校野球部は、 2012年夏の高校野球神奈川大会で日大藤沢二二の三抜でさよなら負けし、初戦敗退した。この際野球の神様はなんて残酷なんでしょうという名実況が生まれた。ところがこの試合の終了後、この試合の審判の判定をめぐり、部員がインターネット掲示板に審判を非難する書き込みを行っていたことが明らかとなった。また、 本校の部員が試合終了後に整列しなかったり、帽子を脱がない部員がいたりしたことなども明らかになっている。さらに、飲酒や喫煙が疑われる写真もアップロードされていた。またツイッターを通じて他者への脅迫や殺害予告なども行われていた。本校はこれを受け、少なくとも神奈川大会が終了するまでは、野球部の活動を自粛し、荒野連の指示に従うことを決定した。 ありがとうございます。